じゃあその人たち議会に送り込まれた人間たちは何をするかって言ったらえー、国民一人一人のためにやるわけない本当トありえないですよね総理大臣ほったらかしですよ被災地でこれ私たち一とじゃないですからねちょっとこれ次女共助なんです自分たちでやれ周りでなんとかしろみたいなことが中心になっちゃってるんですでも命あってこそっていうことを皆さん心のどこかに止めていただいて私たちと連帯していただきたいなと思っております <laughs> れいわ新選組の八幡井と申します。ありがとうございます。東大阪で今は活動しているんですが、まあ年々おかしな世の中になっております。で、今年、本当に1月1日に、江戸半島地震が襲って、もう私もドキッとしたし、皆さんも同じ思いだと思うんですけども、あの、私自身が政治の世界に、あの、興味を持ったのが、東日本大震災と福島原発の爆発だったんですね。なので、私自身、やっぱり政治をやる上で、あの、必ず防災っていうもの、えー 絶対意識を高めていかないといけないという思いがあったので、えよりですね、あの、1月1日の震災、そしてその後の政府の動き、もうすごく腹が立って、すごくもうほったらかしにして、もうなんとかしないといけない。で、あの、こんなこと言ったら申し訳ないんですけど、とにかく私たち一丁目一番地は消費税廃止、経済回していかないといけない。でもね、命あってこそなんですよ。だから命守っていかないといけない。 未来まで一人一人の命守らないといけないってなった時に、当然、この地震大国、日本に住む私たちは、自分の身は自分で守るのもそうですけども、やっぱり、そのいざとなった時は国が助けてくれる何があっても心配するなっていう、あの、令和新選組の信念がありますけども、それをしっかりと広めていかないといけない。これを強く2024年が明けた時に、私は思いました。あの、 少しでもね、自分の知識を得たいと思って、防災士になったんです。あの、資格を取ったんです。でもね、<laughs> <laughs> ありがとうございます。あ、ちゃん、ちゃんと勉強したんですけどね。でもね、あのね、やばいなって思ったんですよ。 何かっていうと、防災士って基本的な理念として、えー、自助共助なんです。自助共助。とにかく3日間は国は助けてくれると思うなっていうところが入るんですよ。怪しいんですよね。当然、その民間の資格なんですけど、やっぱりちょっとどっか甘くり先みたいになっちゃってて。だから私は防災士の観点からしっかりと控助も求めていく。これは令和新選組しかできないと思っています。地震の被害の被災地って全然違うと。っていうのは、私2023年 去年ですね秋田の ゴ雨と、えっ、ー、と、クルメのゴ雨の、あの、被災地にボランティア入らせてもらったんですけど、やっぱゴ雨災害と地震って全然違うんですよ。建物崩壊してる。しかも、ご存知の通り、ノトってまだ揺れ続けてますよね。だから一般の素人が入れないんです。だから危険なところは、技術がある人、職人さんたちが入って建て直しをするっていうことをやっていかないと間に合わない。でも国はほったらかしなんですね。で、そういうことをやっぱりメディアは言っていかないし、とりあえずボランティア、なんか足りないとか、足りてるとか言ってみたりとか、 なっって言ったりとか無茶苦茶ですけども、その地震のあの被災地においては技術職が絶対いるから、これはボランティア任せでは絶対無理だ。とにかく令和新選組、私がね、あの関心持ってくるのは嬉しいけど、とにかくもう国に言ってほしいって、予算つけろ、間に合わない、人を出せと。で、そういう声を聞いて、さらにそのうかうか知られないなと、令和新選組として、もう本当に一議席でも多く横に広げていって、で、昨日も代表質問ね、岸田さんにやられてましたけども、 本当、まあ、ありえないですよね。総理大臣、ほったらかしですよ、被災地。で、これ私たち一言じゃないですからね。南海トラフ来ますよ。で、首都圏直下も来る。え、それよりも私の東大阪は、生駒山もやばいんですよ。断層走ってるし、土砂崩れが来るかもしれない。で、これは言い出したらきりがないけど、どこで何が起きるかわからないので、その有事に備えて、今できることはしっかりとやっていきたい。話が長くなって申し訳ないんですが、本当に命守ってこその、あの、今なので、も、ま、う、あ、経済はもちろんね、回していきますよ。今日も増税反対でもしたけども。でも命 持ち合ってこそっていうことを皆さん心のどこかに止めていただいて私たちと連帯していきたいなとしていただきたいなと思っておりますすいません八幡愛でしたありがとうございますありがとうございます現在東大阪で活動を続けております八幡愛でございましたありがとうございますいや本当にね日本のあの災害ってだいたいもうあのもちろん救命救助は、えー、自衛隊だったりいろんな人たちが入ってくれるんですけれども、えー、そこからはですね まあ生活復旧させていくっていうようなことに関してはもうそこからボランティアとその家の人。 で、やらなきゃいけないんですよ。おかしいでしょ時間かかるじゃないですか。その家の人と、で、ボランティアでばらつきあるわけじゃないですか。来る時もあれば来ない時もあるわけだし。そういうことで生活できるようにこう、一生懸命復旧していったとしても、むちゃくちゃ時間かかるんですよ。それってむっちゃ効率悪いでしょ要は、被災者の人たちも早く立ち直れないし。で、その地域も立ち直りづらくなるし。これ日本にとってものすごく影響あるんですけど、ずっとこれ、自助。 なんですよ自分たちでやれ。周りで何とかしろ。みたいなことが中心になっちゃってるんです。おそらく、八はさんは今そのようなことを言われたのかなだから公助。国がちゃんと金出して、人を雇って、大量に一気にやれよってことですね。人海戦術で一気に復興に向けてやるべきだ。というようなことが私たち令和新選組の考え方でございます。はい。というわけでですね。えっと、一体今日何のためにでもやったのということに関して簡単にお話したいと思うんですよ。 どうしてデモやるのかデモっていうのは、えー、社会の問題に対して光を当てるという大事な役割があるんですよ。政治のことに対して日本国内って物言いづらいじゃないですか。友達の間、家族の間、知り合いの間で、政治の話をするって、いきなり政治の話したらこう場が凍るような、なんとなく空気読まれへんやつやんな、あいつ。みたいな話にされかねないってことなんですね。でもそれおかしいんですよ。だって、この国のオーナーは皆さんだから。 最高権力者皆さんなのに、会社のオーナーが経営に口出さないってそんなのなかなかないですよ。でしょだから、分かっても分かんなくてもいいんですよ。言いたいこと言うべきなんです。で、間違ってたら、それはまた新しい情報をアップデートしていって、方向転換すればいいだけでしょ修正していけばいいだけ。みんなが物を言わないっていう社会で一番得するのは誰かって言ったら、この社会を動かしていきながら、利益を最大化できるというような力を持った人たちなんですよ。つまり誰かって言ったら、 政治家と一緒にこの国を食い物にしてきた大企業。選挙の時のこれは組織票だったり企業献金だったり他にも落選した時には就職先を与えたりいろんな方法で自分の代弁者、自分の子害こういうものを育てながら議会の中に送り込んでいくんですよ。 じゃあ、その人たち、議会に送り込まれた人間たちは何をするかって言ったら、えー、国民一人一人のためにやるわけない。だって、みんなにお世話になってないもん。お世話になったのは、この特定の方々でございます。この方々に対してどうやって金を横流しするかってことを一生懸命になるわけです。そんな人間が国会の中に多数、これ増えてしまったらどうなるかって言ったら、ルール変えていかれるんですよ。違法ではなく、合法で何でもできるようにされちゃうってこと。結果30年それが広がった結果、どうなったかって言ったら、国が完全に壊れちゃったんです。今この国壊れてるんです。 どれぐらい壊れてるかってことをちょっと簡単に説明させてください。すいません。ライト消してくださいね。はい。